俺は今日、ずっと憧れていた会社の面接を受ける。そこは、大手 IT 企業で、高卒の俺で大丈夫かと不安な気持ちもあったが、これまでにしっかりと準備はしてきたつもりだ。緊張しながら会社にたどり着くと、早速面接が始まる。しかし、そこに待っていたのは、想像とはかけ離れた世界だった。そして、面接を終えた俺は、ひどく落ち込んだ状態で家まで帰ることになるのだ。あのね、おじいちゃんが甘やかすから、こんな社会のゴミみたいなニートが生まれちゃうんですよ。俺の名前は小林信彦。今年で25歳になる。現在、両親は海外で働いているため、俺は日本で祖父と一緒に暮らしている。俺も去年までアメリカに住んでいたのだが、就職をするために俺だけ日本に帰ってきたのだ。初めて海外に住むとなった時に言葉も喋れず大きな不安があったのだが、実際に行ってみると3ヶ月程度で日常会話を話せるようになっていて、人は環境に馴染めるものだなぁと感心していた。日本に帰ってきた俺は部屋にこもりっぱなしで、就職活動は一切できずにいた。見かねた祖父は、信彦、ちょっと部屋にこもりすぎじゃないか？そんなに家にいて、体は大丈夫なのか？それに就職先は決まったのか？と俺のことを心配してるのだが、その問いかけに対して、まあなんとかなるよ、なんて適当に返事をするだけ。昔から何かにハマると寝食を忘れるほどのめり込んでしまうのは、いいことでもあり、悪いことでもある。俺のそんな癖を祖父も知っているのだが、やはり孫のことは心配のようだ。いつまでもこんな生活をして、祖父に心配をかけ続けるのは良くないと思った俺は、本格的に就職活動を始めることにした。俺には、憧れている会社があり、その会社の採用試験を受けることを決心した。エントリーシートや履歴書を書くために、日本の就職活動について詳しく調べてみると、俺はアメリカとの違いに驚いた。特に衝撃的だったのは、大卒以上を対象とした企業が多いということ。もちろんアメリカでも学歴は見られるが、それ以外に実務経験や課外活動などで評価されることが多い。日本では学歴が必須条件になっていることが多く、典型的な学歴社会なんだなぁと実感すると同時に、自分が高卒扱いになることに不安を感じた。それでも俺は、憧れていた会社に入るために、今まで準備はしてきたつもりだ。それに、その会社も、業界の最先端を行く会社で、学歴最優先というような古臭い考えではないはずだ。俺は、期待と不安を半分ずつ抱え、着慣れないスーツに袖を通した。俺なら大丈夫と自分に言い聞かせていると、祖父も落ち着かない様子だった。じいちゃん、行ってくるね。と元気よく言うと。信彦、行ってらっしゃい。頑張るんだよ。と俺を玄関まで見送ってくれた。そして俺は今、巨大なビルの前に立っている。
ここは国内で SNS サービスを展開している大手 IT 企業なのだ。これから試験だというのに、俺は何とも言えない高揚感に包まれていた。俺がここまでこの会社に憧れた理由は二つある。一つ目は、ありきたりだが、自分のスキルアップにつながると思ったこと。そしてもう一つは、俺はこの会社の創業のエピソードが好きだったからだ。今でこそ SNS は主流になっているが、創業当時はまだそこまで流行っていなかった。しかし、当時から自分の居場所を求めるためにつぶやいたり、ブログを書いたりしている人は一定数存在していた。自分の投稿した内容を見てほしいという承認欲求が芽生え、他人からの評価を求めるようになったのだ。また、メールのような長文ではなく、できるだけコンパクトな文章でのやり取りができて、手軽に見てほしいという考えで、社長は営業をした。社長は、インターネットを利用するのはどんな人なのか、そして一体誰に向けて投稿しているのか、徹底的に調査した。その結果、子育て中のお母さんは、子育て中の悩みについて頻繁に検索をしていて、それに対し、その悩みの解決方法を書いているブログもあった。社長は、そこがマッチングするとひらめいたのだ。すぐに子育て本の出版社に足を運び、SNS 特集を組んでほしいと頼み込んだのだ。このサービスが見事に大成功を収め、今では誰もが使う文字数制限を設けた短文の SNS が普及していった。この熱意、行動力、発想力に俺は魅了され、この会社に入りたいと思った。とうとうこの日が来たのかと、俺は気を引き締め、社屋に入っていった。本日面接の約束をしています。小林と申します。受付にそう伝え、面接会場を案内された。今までは平気だったのに、エレベーターに乗り込んだ瞬間、俺の心臓がバクバクと激しくなり、自分でもかなり緊張していることが分かった。そして時間になり、面接官が部屋に入ってきた。私が本日面接を担当させていただきます。よろしく。では早速、自己紹介お願いしてもいいかな。面接官のめんどくさそうな態度に多少の違和感を感じたが、小林信彦と申します。25歳です。本日はよろしくお願いします。今まで私は、君、最終学歴は高卒なの？一体この歳まで何をしていたの？自己紹介をしている途中で、面接官はいきなり俺に質問をしてきた。はい。私は IT 系の会社でアルバイトをしていました。そう答えると、面接官は聞こえるように大きなため息をつき。ああ、これだから最近の若者は困るんだよな。あのね、アルバイトなんて職歴に入らないんだよ。と、高圧的な態度で言い放った。小林くんだっけ？君、健康状態は問題ないの？身長は高いみたいだけど、痩せすぎじゃないか？なんか病気にでもかかってるんじゃないの？今度は、俺の容姿を馬鹿にしてくる。ああ、
どうせアルバイトでギリギリの生活をしていたから、ちゃんとご飯も食べれていなかったのか。目の下のクマも気になるし、君はなんか不健康そうだな。きっと深夜までゲームとかして過ごしてるんでしょ？特技の欄にプログラミングなんて書いちゃってさ。これも遊びの一環なんだろ？なんかニートって自分がパソコンに強いって勘違いしてるやつが多いんだよね。面接官は自分の偏見で次々と罵倒してくる。俺が何かを話そうとすると。いや、君の意見は聞いていないから。ニートは自己主張だけやたらと強くて困るな。と、一切俺の話は聞くつもりはないようで。それだけでなく、面接官はまだ喋り足りない様子だった。君のこと、家族は何て言ってるの？私は現在、祖父と二人で暮らしていますが、私のことを応援してくれています。何？君、両親がいないの？どうせ君のことを産むだけ産んで、育てられないって言って捨てられたんだろ？そんな親を育てたじいさんが君のことを育てたんだから、まあニートになってもしょうがないか。俺のことに関してはなんとか我慢ができたが、両親や祖父のことまでバカにされ、さすがに俺も黙っていられなかった。しかし面接官に反論したところで、落とされるのが目に見えていた俺は、わかりました、御社とはご縁がなかったということで、私はこれで失礼します。荷物を持ち部屋を出ようとすると、面接官も突然怒り出し、君みたいな人間こっちから願い下げだ。まだ他の会社の面接を受けるつもりなら自分の身の丈に合った会社にしろよ。まあ君みたいな人間はどこの会社も必要としないだろうけどね。最後まで暴言を吐き続ける面接官に、本日はお時間をいただきありがとうございました、失礼いたしますと力強く言い放ち、部屋を出て行った。こんなことになるなんてと帰り道はひどく落ち込んでいた。家に帰ると祖父はいつもと変わらない様子で俺に接してくれた。俺も祖父に心配をかけないように無理やり笑顔を作り、今日のことを話した。面接ダメだったわ。まあそんな時もある。祖父はうなずきながら俺に声をかけてくれた。憧れていた会社だっただけに、俺の期待はとても大きかった。しかし、あんな失礼な面接官が出てくるとは思ってもいなかった。その後、俺は数日間落ち込み続けていると、祖父が突然外食に誘ってくれた。俺は祖父と一緒にフランス料理店に向かい、席に案内されると、そこでは聞き覚えのある声が聞こえてきた。俺はその声の方向を見ると、なんとあの日の面接官だった。どうやら女性と二人で来ているようで、すぐに俺のことに気づき、こちらに歩いてきた。これはこれは誰かと思えば、この前のニートさんじゃないですか。無職の分際で、おじいちゃんの年金で高級フレンチだなんて、いいご身分ですね。この見下した言い方は、先日と全く同じだった。俺たちが何も言わないことをいいことに、面接官は一緒に来ていた女性に、俺のことを説明する。
ああ、こいつはこの前、うちに面接に来たやつでさ。ニートの癖して、うちみたいな大きな企業を受けようとしてたからさ。世の中そんなに甘くないよって、一瞬で落としてやったの。なんか見た目も貧弱だしさ。おじいちゃんと二人で住んでて、両親に捨てられたんだってよ。と、堂々と大声で話している。女性も俺の顔をちらちら見ては、クスクスと笑っている。あんまりおじいちゃんに甘えんなよ。あとさ、ここは一流企業の人が来る場所で、君たちみたいな人が来るところじゃないんだよ。そして、ついに恐れていた事態が起こった。面接官の矛先が祖父に向き始めたのだ。はぁ、あのね、おじいちゃんが甘やかすから、こんな社会のゴミみたいなニートが生まれちゃうんですよ。彼はおじいちゃんの年金を当てに生活してるの。と、祖父にまで説教をし始めた。俺は、あの面接の日のように、怒りがこみ上げてきているのに、隣にいる祖父は、表情一つ変えず、じっと聞いていた。我慢の限界に達した俺は、口を開いたその時。孫のことを心配していただいて、ありがとうございます。よくご存知なんですね。と、俺の顔を見てきた。ただ、無職とかニートとか言っていたけど、あなた自身もそうならないようにね。このご時世、いつどうなるかわかりませんから。祖父は遠くの方を見ながらそう言った。俺は祖父の言葉の意味が理解できず、不思議そうな顔をしていると、説教されたと思った面接官は、口調を荒げた。はあ？俺はあんたにそんなことを言われる筋合いないんだよ。まずはあんたの孫に説教すべきじゃないのか？そう言って席を離れていった。後日、俺が面接を受けた会社から電話があり、すぐに来てほしいと呼び出された。すでに面接に落ちたと思っていたが、とりあえず会社に向かった。すると突然、社長室に案内され、中に入ると、そこには小川社長と面接官がいた。俺は状況をつかめず、呆然と立ち尽くしていると。突然のことでびっくりしているよね。私は君に謝らなければいけないことがあるんだ。この前の面接のことなんだけどね。本当に失礼なことをしてしまったね。申し訳なかった。と、社長は俺に向かって深々と頭を下げた。そして面接官の方を向き。早く君も謝りなさい。社長、高卒で無職の人間を落としたことがそんなにいけないことですか？私は自分の仕事を全うしただけです。お前は本当に何もわかってないんだな。この会社の評判を落としただけでなく、優秀な人材を見逃すところだったんだぞ。社長は面接官に大声で怒鳴った。彼はな、アメリカのシリコンバレーで多くのスタートアップ企業のサービス開発に関わってきた優秀な技術者なんだよ。そうだね、小林くん。社長は俺にそう尋ねてきた。小川社長がなぜそのことを知っているのかは不思議だったが、俺は静かにうなずいた。両親がプログラマーとして働いていたことに憧れていた俺は、幼い頃からパソコンを触るのが好きだった。
俺が高校を卒業するタイミングで、両親と一緒にアメリカに渡った。そして、スタンフォード大学に入学して、コンピューターサイエンスを勉強した。大学の在学中に、シリコンバレーでのサービス開発に出会った俺は、それにどっぷりハマってしまい、大学そっちのけでアルバイトとしていろいろな企業でプログラミングをしていたことで、大学を卒業することができなかったのだ。そんなアルバイトに明け暮れていた頃、両親から小川社長の話を聞き、俺はそこに就職するために一人帰国する道を選んだ。日本に帰ってからもシリコンバレーでの仕事がしばらく続き、落ち着くまでに一年ほどはかかったと思う。その間は自室にこもりきりだったため、ニートだと言われても仕方ないかもしれない。社長の怒りはまだ収まらなかった。君は我が社の面接に対してどれだけのクレームが出ているか知っているか？私は社内システムを使って面接の様子を確認できるようにしたんだ。それを確認してみたが、あれは何だ？お前の面接は相手の上げ足を取って経歴を馬鹿にしているだけなんだよ。そんなものは面接とは言わない。君には追って処分を言い渡す。ここから出て行け。小川社長の言葉に何も言い返すことができず、面接官は黙ったまま退出していった。お父さんとおじいちゃんは元気かな？と突然聞かれた。俺は疑問に思いながらも、はい、父も祖父も元気です。小川社長から話を聞くと、なんと小川社長と父は祖父の元でプログラミングを学んだというのだ。昔、父から小川さんと一緒に働いたことがあるとは聞いていたが、まさか祖父が父や小川社長の先生だったなんて。へえ、そうだったんですね。俺は思わず大きい声で返事をしてしまった。俺の面接の件も祖父から直接聞いたという。久しぶりに先生から連絡が来たかと思ったら、いきなり叱られて怖かったな。と笑っていた。信彦くん、もしよかったら、うちで働いてくれないか。と、社長直々に誘ってくれた。俺は当然働きたいと伝え、憧れだった小川社長の会社への就職が決まったのだ。俺は家に帰り、すぐに祖父に感謝の気持ちを述べた。じいちゃん、ありがとうね。お？何のことだ？と、とぼけていた様子だった。さすがに無理があるから。でも、おじいちゃんのおかげで就職が決まったよ。そう伝えると、祖父は嬉しそうにしていた。いよいよ仕事が始まり、俺はいろいろな仕事に挑戦した。SNS のアルゴリズムを解析し、効率化することで、個人に最適な情報を表示するように改善したり、SNS 内で送金ができるような新サービスを立ち上げたりと、様々なプロジェクトを進めていった。アメリカでのアルバイトの経験を生かすことで、これまでにない考え方を取り入れることができ、時には意見がぶつかり合うこともあったが、より良いサービスを構築するためには、これも必要なことなのだ。そして、働き始めて1年が経った頃、
昔から挑戦したかったことを本格的に始めようと決めた。俺は自分の会社を立ち上げ、自分の開発したサービスで世界を変えようと思っていたのだ。今の会社に入る前から漠然とは考えていたが、入社して数多くのプロジェクトをこなしていく中で、そのビジョンが固まってきたのだ。俺は音声をメインにした新たな SNS を考えていた。俺はその案を小川社長にプレゼンをすると。それはすごく面白そうなサービスだ。きっと流行るよ。それにしても君のプレゼンにはいつも驚かされるな。君を失うのはかなりの痛手だよ。それでも君が作ったサービスがどのようにこの世界を変えていくのか興味がある。君ならきっとできる。頑張りなさい。この時の俺は重要なプロジェクトのポジションを担っていたにもかかわらず、小川社長は俺の背中を押してくれたのだ。社員の一人という考えではなく、俺の人間性を大切にしてくれたのだ。俺はすぐに行動に移し、昔シリコンバレーで一緒に仕事をしていた仲間に声をかけた。人材は思っていたよりもすぐに集まり、俺は古いアパートの一室を借りて、そこを事務所とした。祖父の家を出る日、俺は祖父に向かって元気よく、じいちゃん、行ってくるね。おお、行ってらっしゃい。頑張るんだよ。と、いつものように祖父は玄関まで見送ってくれた。そういえば、あの面接に向かう日も、じいちゃんは俺のことを見送ってくれたなぁと思い出した。きっとじいちゃんの言葉は俺に勇気と自信をくれるんだ。俺は祖父と父を超えるんだと心に誓い玄関を出た。俺はこれから先の新しい人生のことを考えると楽しくて仕方がなかった。きっと辛いことやしんどいことも待ち受けているだろう。なんなら楽しいことや嬉しいことよりも、そっちの方が多いかもしれない。そんな出来事も、いつか祖父や父、小川社長と笑って話す時が来るだろう。俺は高まる鼓動を感じながら、パソコンの電源を入れて、自分の新しいステージへと進んでいったのだ。最後までご視聴ありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。